壁に沿って掃除してますね。隅っこも綺麗になりましたよ。これは最新のロボット掃除機です。カーペットの上では通常タイプの40倍の吸力になります。40倍、はい、すごい。丸型じゃないんですね。壁の位置や奥行きを立体的に検知する光学センサーがついているんで、この角が引っかかるかどうかは事前に判断してるんです。以前はなんかこうランダムに動いてるような気がしてたんですけれども。そうですね、最近は違うんですね。部屋周りをマッピングできるんで、スマホから部屋を指定して掃除をさせることができます。リビングでくつろいでるときは別の部屋を掃除させることもできるんです。あ、もう当然できます。お、ドックに帰ってきますよ。集めたゴミをドックにまとめてるんですね。こちらダストボックスも30杯分紙パックに入れることができます。30杯。ゴミに触らなくていいし、部屋の空気も汚さないんで快適ですよね。ではこの未来的な掃除機の商品名を教えてください。ロボット掃除機もね、どんどん良くなってますからね。もう一家に一台の時代になってきてます。そうですよね。そんな未来も来るかもしれませんね。今回も商品名は教えてもらえませんでした。